時は戦国時代中期、父伊勢宗瑞の意志を継いだ伊勢氏綱は関東一帯が栄翔の騒乱で荒れる中、国力と家臣団の強化を着々と進めていた。そして宗瑞がこの世を去って4年後の大永3年、ついに氏綱は動き出した。山の内扇ヶ谷の巨大な領上杉を相手にするにはそれ相応の価格と大義名分が必要であると捉えた氏綱は、制裁がかの執権北条氏の末裔であることを利用し、公家や朝廷への献金工作を駆使、その年のうちに帝より北条勢を名乗ることを認められた。これは鎌倉時代に幕府執権職を歴任し国を動かしてきた北条氏が蘇ったことを意味しており、相模や武蔵の諸豪族に緊張が走った。伊勢氏綱改め北条氏綱はその年のうちに軍を動かすと、動揺する北相模や玉川南の土豪らを次々に北条方へ寝返らせていく。そして翌大永4年、1524年1月、その勢いのまま扇ヶ津上杉家の居城江戸城に向け進軍。扇ヶ津上杉家当主上杉智興もその状況をただ見ていたわけではなかった。敵対していた山の内上杉家と和睦し、両上杉で北条軍にあたる対抗策を取るも、玉川そして目黒川を次々溶かし向かってくる北条軍に焦った智興は援軍を待たず北条軍との決戦に臨むも、数で勝る北条軍に圧倒され江戸城に撤退。さらに江戸城の留守居太田助隆が北条に寝返ったことで勝敗は決した。辛くも江戸城を脱出し川越城に落ち延びた扇ヶ津上杉智興は再び江戸城を取り戻すべく動き出した。山の内上杉範房の力を借り甲斐の武田を動かすと、江戸湾の支配をめぐり北条と揉めている大弓久保にも働きかけ、暴走の間に合う武田里見も味方に引き入れることに成功する。この北条包囲網が形成されたことで北条氏綱は厳しい局面を迎えることとなる。宇治時、伊豆の趣味はいかがじゃ。兄上、二田山に来られるなら一言くだされば箱根まで迎えに行きましたものを。今はどこもかしこも敵だらけ。わしがどこにいるかを敵に知られてはならぬで、そなたへの使いもやめておいたのじゃ。拙者にまで警戒なさらなくても。そなたを警戒しているわけではない。ただどこに患者がおるかわからんでな。して二田山には亡くなったため殿の。ああ、今墓参りを終えたところじゃ。さようでしたか。ところでダメ殿と実婚の中の荒木殿はご一緒ではないので。うむ、誘ったのだが。うるせえな、俺が言ったところであいつが生き返るわけでもないと泣きながら強がりを言っておった。ははは、それにしても荒木殿に声がそっくり。兄上は無の真似がうまい。長年一緒におるで真似できるようになってしもうた。その荒木彦次郎殿はお元気なので。なんとも元気で困っておるが、されど70を超えてもおるで最前線には連れて行かれぬ。よってせがれの千代丸や勝千代の森役と武術指南役をさせておる。ほう、武術指導役ですか。鬼荒木の異名を持つ荒木彦次郎殿ですから、張り切って務めておりましょうな。だと良いのだがな。殿、急ぎの知らせ。申せ。はっ。先月下旬、関東管内山の内上杉範房が病に倒れ死去。なんとして家督はどうなった。実子五郎丸は幼少のため先に養子として入っていた小学坊足利高元殿の四男上杉範広が家督と関東管内職を継承したとのよし。知らせ大義。はは。五郎丸は確か二つくらいでしょうや。そのくらいでやろうな。となるとさすがに栄翔の騒乱の時のようにはなりませぬが。山の内家内で家督争いは起きぬと申すか。いかにも。ははは、宇治時はまっすぐなやつだ。笑わぬでも。すまんすまん、父がよく申しておったことを思い出してな。争いは待つのではない、落とさせるのじゃ。だと。父のモノマネもできるのですか。実の父ぞ、たやすかろう。ひょっとして兄上、次は。うむ、思っておる通りぞ。いや、さすがに兄上といえど難しいかと。難しくはない。さようですか。では次は今川氏親様の真似をお願いします。モノマネを引っ張るでない。違うのですか。違うに決まっておる。父の言葉を思い出したゆえわしも同様に動いてみようとな。つまり父の真似事ですな。真似と申すな、軽く感じる。真似ではなく教えじゃ。父の教えを実行に移す。今当家は武蔵川越城の扇ヶ谷上杉やその傘下の難波玉瀬名を岩槻城の太田助頼らと交戦しており、その後ろ盾に北武蔵や小月を支配する山の内上杉がいる。今年に入り当家の武蔵進攻を警戒していた上弓久保を両上杉が協略したことで、久保に従う丸奴武田助官や里見義豊も敵対勢力となってしまった。さらに両上杉は敵対していた小学坊足利高元と小弓久保足利義明の和睦も実現させ、
すでに交戦している甲斐の武田から暴走に至るまでほぼ全方位を敵に囲まれておる。こたびの知らせで包囲網の中核的存在の山の内上杉則房が亡くなり、古学坊演者の上杉則広が継いだということは古学坊職が強くなるということ。それを良しとしない山の内傘下の豪族は必ずいる。その者らに実施五郎丸を擁立させるべきと囃し立てればいずれ内向が起きよう。なるほど、山の内に内紛が起これば小爪として機能しなくなる。大日がやつ単体では戦を起こせないゆえ敵の足が止まるというわけですな。そういうことじゃ。小太郎、ここに小泉の国に飛んでほしい。越後守護大長尾為景と吉見を通じておる白井や宗者の長尾氏、あと主要豪族である箕輪の長野氏、国峰の小畑氏、平井の安中氏、金山の岩松氏、ここらは古学坊の影響を嫌う者らが多い。山の内の嫡流である五郎丸擁立を企てるよう図ってきてほしい。よい、今のが父の頃より使えるスッパで。ああ、よく働くスッパの小太郎ぞ。あのような髪をしていてよく忍びの働きができますな。ドレッドとか申しておったな。ドレッド、異国の言葉でしょうや。おそらくな。ということは兄上、両上杉が静かなうちに今川家とともに甲斐の武田を攻めるのはいかがでしょうや。うむ、悪くはない案じゃが、されど宇治近殿の体調が優れぬようなのじゃ。それなら長綱が薬師を駿河へ送ったと聞きましたが。うむ、されどなかなか回復しないようなのじゃ。今少し玉軍が落ち着いたら見舞いに行こうと思うのじゃが、早くても年明けとなろうか。宇治近殿の嫡子達雄丸君はまだ元服前でしたが。うむ、今年で13。元服を少し早めてもらうよう、おばに使いを送っておこうかの。当家が口を挟むことではございませんが、されどこんな時に今川家でも騒動が起きては困りますからな。そういうことじゃ。殿、甲斐武田家の使いの者が殿への書状を持ってまいりました。信虎が書状じゃと、すぐ見せよ。はい。三瀬北条の当主殿、信虎じゃ、甲斐の信虎じゃ。武蔵、岩槻城での戦で、当家の強さはよく分かったであろう。ガハハハ。まあ、わしも大人じゃ。弱い者いじめばかりしてもいかんでの。心で許してやるぞ。ガハハハ。こんな乱暴な停戦文書があるので。ははは、甲斐の豪族を武力で屈服させる信虎らしい文面ではないか。確かに。まあ関東管理がなくなったことでまたも内紛が起きるであろうと踏んだのであろう。早いとこ手を引いておこうといったところでな。信濃の豪族諏訪氏や村上氏が力をつけてきたとも。そちらに兵を向かわせるために当家と停戦をしたいのでは。うむ、諏訪頼光に裏で手を回しておるのは当家と今川家じゃ。なんと恐れ入りました。兄上は誠父と似ておられますな。戦は支度でほぼ決まる。これも父が残した教えじゃ。まあ孫子の受け売りじゃがな。わしは父の教えを一つ一つ実践しているまでぞ。それが簡単にできるのがすごいのです。簡単なわけがあるまい。おう、そうじゃ、宇治時に頼みがあった。なんでございましょう。そなたに玉縄城に入ってもらいたいのじゃ。父の気づいた玉縄城に。うむ、この信虎からの書状を持って甲斐武田とは停戦となった。よって今一番危惧すべき相手はお弓久保や暴走の丸奴と里見じゃ。東武蔵の葛西城に遠山直影を、江戸城に大田助隆、江戸湾に富永正直をつかせ下総のお弓勢を牽制しておる。そして西の武田、北の山の内や大木の奴からの侵攻に備え福井城、関戸城、益方城、世田谷城に多くの兵力を割いてもいる。今一番手薄なのはこの相模。丸奴や里見が船で三浦半島や鎌倉を狙ってくることは十分に考えられる。よって不代であるそなたにこの玉縄城に入ってもらい海からの侵攻に備えてもらいたいのじゃ。されど兄上もよく存じておりましょうが、それがしは生まれつき体が弱く戦の経験もございません。それがしが玉縄の調子についても。案ずるな、わしは小田原による。何かあればすぐに駆けつけるゆえ。されど横浜や鎌倉に上陸されてから兄上に助けを求めても間に合いません。案ずるな、菊丸が何とかしてくれよ。長綱が、あやつは今鎌倉の鶴岡八幡宮に入っておる。何かあれば弟を頼るのじゃ。されど案ずるな、我らの甥となった綱鷹を腹心として同行もさせよう。綱鷹は為殿の与力では。うむ、これよりそなたを守る与力とさせる。先の江戸攻めの際は大道寺森政とともに多くの兜首を挙げた豪の者。少しは安心しました。案ずるな、堅牢な玉縄城に一門の将が座しておれば丸奴や里見らも迂闊に東相模には攻め込めん。それを狙うがための措置ぞ。良いな。はあ、北条家当主北条実綱は大義勝上杉智興が画策する北条包囲網にもいずれほころびが生じ新たな突破口が開けると信じ今は耐える時と決めていた。
そして山の内上杉範房の死がそのほころびとなるよう小太郎を動かした。一方、北条潰しをすぐにも決行したい大義が上杉智興は、山の内の家督を継いだばかりの上杉範広がいる武蔵の国忍城へ向かっていた。ご詰めを送っていただけぬとはいかなることにございましょうや。まあご詰めを送らぬとは申しておらぬ。正しくは送れぬなのじゃ。それでは困りますぞ。エセ北条軍は下須田へ進攻する動きも見せております。お弓御所の久保様からも両上杉で江戸城を奪還せよと矢の催促。それはこちらにも入っておる。じゃが余が家督を継いだのはつい先月のこと。範広様、急ぎの知らせ。小臼家の長尾景信殿、長尾明景殿が揃って範広様の家督継承に異議を申し立ててきております。やはりか。すぐにも箕輪城の長野正成に使いを送り、両長尾を解き伏せさせよ。ははな、こういうことじゃ。守護代らがこんなありさま言う。関東管理なのです。しっかりしてくだされ。そう申されても。なれば範広様の父小学坊足利高元様に援軍をお願いしていただきたい。それも厳しいのじゃ。厳しいとは何故に。む、表向き父の小学坊と後のお弓久保は北条対策が終わるまで一旦の休戦状態とはなっておる。されど北条と戦うはお弓方に敵はあれど子が足利家に得られるものはないと申されてな。それでは絵瀬北条の武蔵進攻を防ぎきれません。それは承知しておる。されどこと江戸城の奪還に関しては扇ヶ谷津家とお弓久保とでまずは動かれるべきぞ。それは無論承知しております。されど江戸川や江戸湾を支配する絵瀬北条を崩せぬのです。故に両上杉軍が北から玉川沿いを東に進軍することで江戸の守兵を分断させ、その隙に久保様の軍で江戸を奪還。敵の兵力を北に集中させないためにも山の内の主力が必要なのです。先ほど申した通り、小臼家の長桶が落ち着くまで当家の主力を動かすことはできぬ。そうじゃ、甲斐の武田信虎殿を頼るのはどうじゃ。とも急ぎの知らせ。甲斐の武田信虎が信濃に侵攻するため北条氏綱と和睦したと。の信虎殿に頼る案は消えましたな。く、相談なく和睦しよって。なればこの策ならどうじゃ。とのような。何も北から攻めることばかりが策ではない。この相模湾を使うのじゃ。お弓久保参加の真理厚武田家と里見家の水軍を鎌倉に向かわせればよい。さすれば北条の北にばかり目を向けておられなくなるぞ。ほほう、確かに妙案でございますな。な良き案じゃろう。もっと褒めてよいぞ。よ、さすが関東管理様にございます。なればお弓久保様宛てにその旨一筆お願いいたしまする。一筆じゃと。さよう。マリアツと里見家の水軍を動かすにはお弓久保様に動いてもらう必要がございます。その久保様にお頼み申し上げるためにも関東管理範広様の朱印帳がいるようなのです。そうじゃな。む、すぐに囲うぞ。頼みまする。江戸城奪還に燃える大東上杉と本気は家督継承したばかりの関東管理山の内上杉範広には頼れないと分かり、暴走のマリアツ武田家と里見家を動かす策に切り替え動き出した。しかしマリアツ武田と里見両家はお弓久保に従う派ではあったが、両家の仲はさほど良くはなく、軍船の数や進行先で揉めることになり、一向に進展しないまま時は過ぎた。そして1年が経った大永6年1526年4月、山の内上杉家内向の兆しに関東全体が静まり返った時を狙い、北条氏綱は病床の今川氏近を見舞うため駿河の国今川館へ向かった。氏近殿、尋ねるのが遅くなり申し訳ございません。おう、氏綱。ゲホゲホ殿。ゲホゲホ。そこまで病んでおられるとは思いませんでした。体に触りまするゆえそれがしはこの辺で。こら、もう帰ってどうする。されどお話しするのもやっとのご様子。案ずる。ゲホゲホ。出ない。それよりそなたに会わせたいものが。ご着使氏照殿にございますな。そうじゃ、昨年元服したばかりじゃ。氏照、入ってまいれ。は、氏綱様、父今川氏近が嫡男今川氏照にございます。以後よろしゅうお付き合いくださいませ。おう、しばらく見る間に立派になられましたが、辰尾生まる君の頃の面影はどこへやらですな。はは。うむ、今川家と当家はいわば同族じゃ。いつまでも良き同盟相手でありましょうぞ。それをお聞きでき安堵いたしました。そうです、一つお尋ねしたいことが。何でもお聞きくだされ。祖母から聞きましたが、福島の子勝千代は氏綱様の勇士となられたと。知っておられましたか。いかにも勝千代は小田原の屋敷で元気に暮らしておる。数年後には嫡男千代丸と一緒に元服させようとも思っておるのじゃ。ならばよかったです。
小田原に戻られましたら、勝千代に、柿の件はすまなかった、とお伝えくださいませ。ははは、承知しましたぞ。では、失礼いたします。良き後継者に育ちましたな。宇治近殿、いかがなされた？宇治近殿、宇治近殿。うるさいの、ちょいと寝ておったまでじゃ。おお、焦りましたぞ。てっきり永眠されたのかと。勝手に殺さんでくれ。ははは。もう一つ、宇治綱殿に見てもらいたいものが。今度は何でございましょう。これじゃ。鶴が別品全集と書かれておりますが。間違えた。こっちじゃ、こっち。意外と元気ですな。これは、今川金目録と読むのですかな。そうじゃ。35箇条からなる、いわば文国法じゃ。ほう。では拝見しまする。第1条、駿河及び遠江の武家の女子は、12の年には必ず今川館に出向き、当主に挨拶をすること。これが第1条で？うむ。やはり、美しい女子を縁者にしたいでの。文国法とは、そのようなことを定めるものなので？まあ、他にもあるで読んでみよう。はあ。第2条、駿河及び遠江の商人の女子は、15の年には必ず今川館に出向き、当主に挨拶をすること。これもまた女子のことにございますが。うむ、武家に限らず美しい女子はようけおる。側室を探す手間が省けようものぞ。おお、ちゃんと奥方もご覧になられたのですね。な、何、ゲホゲホ、ずら、ではない、カツラの方には見せておらんはずじゃが。ここにしっかりと、第1条と第2条は没、カツラ、と。なんと。ウジテル殿はまだお若い。今川家を盤石にするためにも、ここは、カツラの方に従っておいた方が良いのでは。そうじゃな。ふむふむ、それ以外の条項は、よろしいかと存じます。二つ没りましたので、計33箇条の金目録、ということになりますな。まあ、仕方ないが、それで参ろう。では、また見舞いに参ります。うむ。今川氏親は、後の世で、今川領内が揉めないための法である、今川金目録を制定した。これは、法国では最古の文国法とも言われ、今川義元の代に21条が追加、訂正され、幕府の法に従わない戦国大名としての立場を明らかにしたものと言われている。今川氏親は、この2ヶ月後の6月23日、駿河今川館で息を引き取った。享年52とも54とも伝わっている。夏が過ぎ、米の収穫が終わった大永6年、1526年11月、房総半島で新たな動きが起こる。まあ待てんぞ。勝手に動いてはならん。久保様は船の数が揃えば相模へ向かえと所長に書かれてあった。当家と真奴合わせれば500は超える。近江が奴軍が川越を立つ知らせが届いてからでも遅くはない。そなた北条とは以前同盟を結んでいた相手ゆえ信仰に二の足を踏んでおるのではないか。そう、そんなことはない。北条氏綱を侮ってはならぬ。敵地に踏み込むのだ。下手に動けば。なるほど、臆しておるわけじゃな。アホか。この真奴武田助官、誰にも臆することなどない。よう申されました。ならば北条とて怖くはなかろう。無論じゃ。それより、そなたの主、里見実高殿は、相模信仰のことを何と申しておるのじゃ。ああ、オチのことじゃな。いまだ、当家の主だと言い回っておるようじゃが。それは、嫡流であるわしが元服するまでのこと。今は、わしは当主である。相模信仰の最中に、内紛が起きては困る。その点だけは頼むぞ。ああ、わかっておる。ならば、出航は明の日。当家は、木更津港から、この横浜村に上陸し、玉縄城を目指す。里見の船団は、岡本の港を出て、江ノ島か住吉で上陸し、玉縄城を目指してもらいたい。明の日じゃな、承知ぞ。ならば、次は、玉縄で会おう。親父、誠に北条を攻めるので。山の内上すぎてないが、まとまっていない今、本気で北条を攻める馬鹿がどこにおる。されど、今しがた、里見様が。おう、馬鹿がおったな、ははは。なれば、いかがなされます。全く動かぬでは、後で、父坊様に何を言われるかわからぬ。ひとまず、横浜港手前までは向かおう。信孝、明後日の出航に間に合うよう、皆に支度を指示せよ。はは。一向に北条攻めが始まらないことにイライラしていた、里見義豊は、重臣の正木道綱を先方に、200隻を超える船団で鎌倉を目指し、岡本の港を立った。その知らせは間もなくして鎌倉の町中に伝わり、鶴岡八幡宮の総監として鎌倉に入っていた、北条氏綱の弟、北条長綱の耳にも入った。長綱殿、里見が鎌倉に攻め込んでくると聞いたぞ。和尚、落ち着いてください。落ち着けるわけがなかろうに。これは想定の範囲内です。里見か真奴が相模の鎌倉を目指すことは分かっておりました。それゆえ私がここにいるのです。そなたは鶴岡八幡宮修繕の寄進船を募るためにここにおるのであろう。いかにも話がつながらぬ。
とにかくいかにして里見の者らを防ぐのじゃ。鎌倉では防ぎきれません。防げぬじゃと。そなたは宇治綱殿の弟であろう。城から北条兵を鎌倉に集めるなり手立てを考えなされ。そういたしまする。和尚は町の領民らに玉縄まで逃げるよう伝えてください。私はこの鎌倉の町に里見の兵を留めるようにいたします。た玉縄かな。承知しましたぞ。くれぐれも町を倍になさらぬよう頼みましたぞ。はは、誰ぞおるか。は、ここにすぐに玉縄城にいる兄宇治時に鎌倉から逃げる者らを城で庇護するように伝えてもらいたい。その後玉縄の主力を引き鎌倉まで向かってほしいと。その後でよろしいので。ああ、その後でよい。はは。北条長綱の指示で鎌倉の住民らは一斉に玉縄を目指し逃げ始めた。まもなくして相模湾を北上する里見船団は住吉港を制圧すると住吉城に攻め込んだ。見てみよ、想像以上に北条は腰抜けじゃ。鎌倉を捨てて逃げていきよる。殿、見てきましたが城にはわずかな守兵がいるだけにございます。ははは、ならば手始めに住吉城からいただくとしようぞ。銭や米、武器など戦利品は得た者のものぞ。者どもかかれ。上陸した里見軍は住吉城に総攻めを開始した。百もいない守兵が数回矢を追いかける程度ですぐ城を捨て撤退したため里見軍は無傷で城を得た。その知らせは鶴岡八幡宮で陣取る北条長綱に入った。うむ、それでよい。城に入った敵はどの程度か。ざっと2000ほどかと。となると船にはさほど残っておらんな。戦利品は奪った者のものだと聞きました。それゆえ船にはほとんど残っていないかと。うむ、引き続き敵の動きを知らせてくれ。はは。皆の者、里見の兵は金銀目当てに必ずやこの鶴岡八幡宮までやってこよう。それまで無駄な切り合いはしてはならぬぞ。鎌倉の者らは我らの襲撃を恐れ町からほとんど逃げておりますが、絶好の知らせでは北条の兵は見当たらないとのこと。はは、は、北にばかり兵を向けておるから相模は手薄だと何度も何度もマリアツに言っておったのに、あの臆病者のせいでこんな寒い時期に攻め込む羽目になったではないか。いかにも。まあよい、鎌倉は宝庫じゃ。圧送町より町の選挙に向かう者ども、金銀財宝を嫌というほど奪ってやれ。翌日早朝、住吉城を立った里見軍は鎌倉の町に流れ込んだ。里見の兵は神社仏閣、公家や商人の屋敷など金目のものがありそうな地を次々に荒らしていく。そして武家の数兵を集める鶴岡八幡宮にもその目は向けられた。一部の者らが鶴岡八幡宮にも向かいましたが、武士が崇拝する地です。さすがにあの地だけはまずいのでは。これは戦じゃ。血走った目をした足軽らを止められない。されど建物を破壊してはならぬと伝えておけ。承知しました。長綱様、里見の兵がこの鶴岡八幡宮に向かい殺到しております。承知した。支度は抜かりないな。灯籠や廊下のろうそくにはすべて火を灯してまいりました。うむ、菩薩類はすべて運び出しておるが、そちらも先ほど終えております。大義じゃ。よし、我らはこれより鶴岡八幡宮を出て玉縄州に合流する。急ぎ西門から撤退せよ。こうして鶴岡八幡宮に本陣を置いていた北条長綱は里見兵と戦うことをせず西に向け撤退した。その後間もなくして500ほどの里見兵が鶴岡八幡宮に流れ込むと金目のものを漁り出す。500の足軽武者が我先にと社に突入したことで狭い通路にかけられた火の灯されているろうそくは次々と落下していく。その火はやがて障子に燃え移り、一刻もしないうちに社全体を炎がくるんだ。と、殿、まずいことになりました。北条軍が来たか。いや、足軽らが鶴岡八幡宮に火をかけてしまったようにございます。バカな、鶴岡八幡宮だけはまずい。まずい、北条の水軍が住吉港に止めてある当家の船を次々に沈めておりますぞ。なんだと、火はどうしまするか。とにかく、すぐにも火消しに向かえ。はは、船がなければ阿波に戻れませんぞ。わかっておる。火消し隊以外はわしと共に急ぎ住吉港に向かう。ついてないね。里見兵が鶴岡八幡宮に火をかけたことで里見義豊はひどく動揺した。それは国へ帰るための船が沈められているという状況よりももっと恐ろしい事態になるのではと悟ったからだ。その鶴岡八幡宮から撤退していた北条長綱は玉縄城から出陣していた北条打時綱高の軍勢に合流した。長綱、よく無傷で里見の侵攻から逃げてこられたが。戦っておりませぬゆえ。戦っておらんじゃと。それでは鎌倉の町が火の海になるではないか。急ぎの知らせ、里見の兵が鶴岡八幡宮のすべての社に火をかけております。鶴岡八幡宮に火をかけるとは、
あそこは武士が崇拝する社であるぞ。見事にやってくれましたな。三大八幡宮の一つでもあるのだぞ。うむうむ、お見事にございます。長綱、何をのんきに敵を褒めておるのじゃ。そなたも仏門に入っておるのであろう。もっと動揺せぬか。いや、あまりにも策がきれいに決まりましたゆえ。呆れた弟じゃ。な、長綱殿、話が違うではありませんか。鶴岡八幡宮が灰になることだけは避けねばと。再建する手間が省けましたな。もしや。はい、仏像、仏具、経典らは全て別の寺に移しておきましたゆえ、ご安心くだされ。あえて里見の者が火をかけるように仕向けたと。おっしゃる通りにございます。これで里見家はあの源頼朝公が誕生し、武家の守り神が宿る地として崇敬され続ける鶴岡八幡宮を私利私欲で燃やした大悪党と言い伝わりましょう。なんとも恐ろしいことを思いつくお方じゃ。まこと怖い弟じゃ。して我らはどう動く。すでに江ノ島の水軍が敵の船を沈めに動いております。我らは里見の大将を討ちに向かいまする。よし、では参ろうぞ。いや、兄上は玉縄城に戻ってくだされ。ここは綱高殿と私で対応いたしまするゆえ。城に戻れと。ここで兄弟共に討たれることがあってはなりません。兄上は城に戻り、小田原、江戸など急ぎ各地に使いを出してくだされ。あとは我らが頼れる宇治綱兄様が動いてくれましょう。そうか、では里見は任せるぞ。はは、では綱高殿参りますぞ。うむ、腕が鳴りまする。北条氏時と別れた長綱綱高は1500の玉縄衆を引き鎌倉に向かった。その頃、住吉城にたどり着いた里見義豊はまだ沈められていない船を見つけると飛び乗った。早く船を出せ。まだ多くの者が戻ってきておりませんぞ。いいからとにかく出せ。はは。敵の大将里見義豊は船で撤退したと。そうか、一足遅かったか。どうしまするか。里見兵も多くは歩兵であろう。戦う意志のない者は盗んだ者をしっかり返してもらえば殺める必要もなかろう。さすが長綱様にございます。ではそのように。そして大英鎌倉合戦または鶴岡八幡宮の戦いの名で残る里見義豊率いる里見軍の相模侵攻は失敗に終わった。里見軍の侵攻に合わせ出陣していた扇ヶ津上杉軍、万里奴武田軍も戦の結果を知り撤退となった。里見軍が鶴岡八幡宮を燃やしてしまった事実を北条氏綱は即座に利用した。氏綱は朝廷と幕府に働きかけ、その責任を里見家とその親玉であるお弓久保とし、鶴岡八幡宮再建にかかる銭や材料の全てを負担させることで決着した。この結果に戦意喪失したお弓久保足利義昭は翌年の大英7年1527年、北条氏綱と和睦した。同時に万里奴武田家、里見家とも非敵対関係となり、扇ヶ津上杉友興の描いた北条包囲網は瓦解することとなった。クソ、お弓久保め全く役に立たんではないか。親の顔が見てみたいわ。呼んだか。わっこ、ご隠居様、まだ生きておられたので。たーわーけ、それが元久保に対する言葉か。も、申し訳ございません。つい本音が。本音じゃと。いえ、それより川越までいかがなされたので。うむ、お弓久保、足利義昭からの書状を届けに参った。わざわざご隠居様が来られぬでも使いを出せば。余が届けてはまずいのか。そんなことはございません。では書状を拝見いたしまする。なんじゃこれは。殿、久保様はなんと鶴岡八幡宮復興賃を半分出せと申してきよった。は、半分と。燃やした責任は元をたどれば大宮八上杉家にもあるとか抜かしてきよった。あの野郎、今度会ったら。バッカモーン、よう、親がいる前でそんな物言いができるな。まだいらしたので。当たり前じゃ、そなたの返答を持って帰らねばならぬでな。さすがに即答はできませぬゆえ。案ずるでない、返答できるまでここで待つゆえ。暇なお方だ。は、返答はいつ出る。は、払います。はい、頑張って半分の銭を用意いたしますゆえ、下うさえお帰りくだされ。厄介払いするな。まあよい、では銭の調達をしっかり頼むぞ。はいはい。愛は一度でよい。は、はい。急ぎ伝令。暗くなる話なら聞かん。では戻りまする。おい、たわごとじゃ。話が進まんくなるで話してくれ。は、では申し上げます。山の内参加の豪族、白井長尾家当主、長尾影信殿が何者かにより謀殺されました。影信殿は山の内上杉嫡流である五郎丸擁立を目論んでいる側であり、おそらく関東管領上杉範弘様の手の者の仕業ではないかと。あかん、これは山の内上杉内での内紛の兆しじゃ。殿、お気を確かに。五郎丸君はまだ5つ、後見役が定まらぬ時に内紛など起きるわけが。それが起きるのじゃ。わしはそれを嫌というほど見てきた。殿、北条に動きが。エセじゃ、エセ。は、エセ北条に動きが。聞く気分ではないが聞いてやる、申せ。は、
雪が溶けた頃より、この世田谷城、増方城に兵が入り始めておるとのこと。おそらく、玉川北の神代寺城を狙っておるのでは。やはり、山の内上杉家内の情報は、奴らにも入っておるのであろうな。そうであろうかと。ああ、頭が痛い。何か予期策はないか。エセ北条の勢いを弱らせるには大将氏綱を討つほかございません。そんなことは誰もが知っておるわ。簡単にできぬから悩んでおるのじゃろうが。おびき出すのはいかがでございましょう。おびき出す。そうです。いかにして。殿と武田信虎殿が共に動けば、あの氏綱でもおたわらから出てきましょう。今信虎は氏綱とて期待していないはずじゃ。兵は出さんであろう。縁組です。信虎にどこぞの姫を嫁がせると。いかにも都合の良い姫などおるかのう。うってつけの方がおります。誰ぞ。前の関東管領上杉のりふさの皇室であった御前様が岩月の屋敷におりまする。その御前様を信虎の側室として腰入れさせる。上杉の力を借りたい信虎です。必ずや承諾いたしましょう。世の縁者でもある奥方を使うか。なるほどの。信虎とわしが動けば、氏綱も小田原から出てこよう。そこを奇襲でぶっ潰し。そうです。うむ、そうと決まればすぐに動くぞ。助より奥方は頼んだ。わしは山の内側の根回しに入る。はは。褒義が上杉と申きは、前の関東管領山の内上杉則房の皇室を武田信虎の側室として嫁がせることで、再び甲斐武田家を味方に引き入れようと動き始めた。しかし山の内上杉家内では内紛が拡大し始めており、武田信虎も信濃侵攻で忙しく、調整に手間がかかり、正式に側室として腰入れするのは1年後のこととなった。その間、北条氏綱は鶴岡八幡宮の再建に注力するとともに、嫡男千代丸の元服を済ませ、次なる大戦の支度に取り掛かっていた。氏康殿、気合が足りませんぞ。いてて、私は剣術が苦手なのです。もっと手加減してください。元服も終えたのですぞ。いつ偉人となるかもわからぬ。苦手などと言ってる暇はござらんぞ。さあ今一度かかってきなされ。じゃ俺が相手だ。おりゃ。いてて、綱重、もそっと手加減せぬか。鬼荒木殿に手加減など無用かと。もうそなたに教えることはないと申したであろう。いや、まだ真剣での稽古はしていただいておりません。ぜひ真剣でのいろはを。いたた、腕が折れておるやもしれぬ。稽古はここまでじゃ。ああいたた。彦爺もいい年してよくやりおるわい。なあ千代丸。おい、聞いてるのか千代丸。ん、私は氏康だが。細けえな。って、今さっきまで剣術の稽古してたのに、猛書を読んでいるのか。読んでいる時が一番落ち着く。今日は何を読んでいるんだ。ん、漢文か、さだ、み、まさ、か、ね。違う、上巌西洋だ。中国の唐の時代の原稿録ぞ。ルーは中国の原稿録だと。これ、変態なやつしか読まんやつやん。上に立つ者が国をいかに治めていくべきかが書かれておる。さすが、過去の偉人はすごいぞ。綱重も読んでみるか。俺は変態じゃない。読むわけなかろうが。ああ、綱重は漢文が読めんのだったな。うるせえな。それは彦爺の口癖。言うのやめた方がいいぞ。いや、やべえ、勝手に口から出ていた。無意識に使っているところを見ると、すでに手遅れか。二人とも間もなく表情ですぞ。そうであったな。支度をしてまいる。殿、左京のライブ就任誠執着至極にございます。うむ、鶴岡八幡宮での一件が朝廷に認められたのであろう。標識の長官についたは、当家の柱を支える大きな礎石となろう。はい、これで山の内上杉に劣らぬ価格となりました。武蔵豪速らの調略もさらにはかどることになりましょう。そうじゃな。ところで氏康がおらぬがいかがした。義政が呼びに向かっておりまする。地産申し訳ございません。たわけ者、そなたにとって初めて望む小田原表情の日ぞ。半時前には広間に入っておくよう申しておったであろうが。いや、父上からいただいた上巌西洋がまこと面白く、ついつい読みふけってしまいました。あの漢文をそなたのような元服したての若造にわかるはずがなかろう。言い訳するにも。しかし当の第二代皇帝李世民って方は偉い方ですな。父上はあの橋の話をどう思われましたか。橋の話じゃと。ああ、深く感じ入ったぞ。皇帝と家臣との仲は深くあるべきじゃ。そうですよね。ならば議長の還元の中でこれは一番だと感じた忠告は。もうその話は良い。表情に関係せぬ。そうでしょうや。表情の場で父上に還元できるものを揃えなければ当家は。氏康、これ以上親父様を困らせるな。お前の席はあっちだ。ああ。先日与えたばかりの上巌西洋をもう読み切ったのでしょうか。あの漢文を読解するのにわしでさえ一月はかかったというに。屋敷からあまり出られず、いつも書物を読まれていると聞きます。当家のご着手であることを示す上でも。頼秀、皆まで言うな。氏康を虎の子にするつもりはない。獅子の子落としにございましょうや。うむ、あやつには今少し現実を知ってもらわねばならんでな。殿、表情集がすべて揃いました。よし、では表情を始める。頼秀、まずは両上杉の動きを教えよ。はは。
小太郎の働きにより、山の内上杉の着流にあたる五郎丸を、新たな同志に擁立する派が動き出しております。主には、平井城の安中氏、国峰城の小畑氏、天神山城の藤田氏らで、それを鎮めるべく、山の内上杉家当主、上杉則弘は、三輪山屋橋の豪速、中野氏らと共に、兵を挙げるも、今のところ決着はついておらず、混乱が続いております。焦る則弘は、父である小学坊、足利高元を頼りも、昨年元服を済ませたばかりの、嫡男、春氏と、抗争に発展。またも雲を受けで内向か。毎度のことながら、懲りない足利家です。その両家の内乱に、扇ヶ谷やお弓久保は、関わっておるのか。いえ、両家が動いている知らせは、入っておりません。ごめん、武蔵の遠山様より、急ぎの伝令。申せ。は。扇ヶ谷参加の豪族、難波玉さなおと、大田助よりの隊が、世田谷城を奇襲。城は破壊され、周囲の田畑が燃やされましたが、江戸城から遠山隊が駆けつけたため、敵は撤退。難波田隊は、敵最前線の城、神代寺城に詰めており、本格的な江戸城攻めが始まる恐れもあるとのこと。知らせ大義、渋谷城と那須方城に、武蔵の主力を集め、敵の動きを見張るよう、名を陰に申し伝えるのじゃ。はは。親父様、拙者を武蔵に向かわせてくだされ。何を申すか。そなたは、まだ初陣も終えておらぬぞ。彦爺に鍛えていただいた剣の技を、早く実戦で試したいので死に急ぐでない。なれば、氏康も共に行くならいかがです。綱重、わしを巻き込むな。親父様の長男が、最前線に向かえば、士気は段違いに上がります。ご安心くだされ、氏康は、拙者がしっかり守りますゆえ、どちらも初陣しておらぬではないか。綱重の武術の高さは認める。されど、実戦を知らぬ二人が、武蔵に赴いては。そうじゃ、父上が申される通りぞ。場数を踏んでおらぬ我らが向かっても仕方ない。綱重、諦めよ。いや、綱重殿の申されることも一理ございます。江戸の遠山殿や、増方衆を束ねる、内道寺森政を鼓舞することになりましょう。松田殿、その還元だけは。頼秀、先ほどのことを申しておるのじゃな。いかにも。よし、絵図を広げよ。神代寺城はここか。ここに難波田隊が入り、太田一族の拠点は、この岩槻城と蕨城、そして上杉智興はこの川越城。敵の狙いがこの江戸城奪還だとすれば、太田隊がこの葛西城へ進軍し江戸の東を突く。同時に西からは難波田隊が渋谷城へ進攻し、当家の隊が割れたところを扇ヶ谷主力が北から攻める。増方城の大同寺隊を江戸の御詰めとするなら、二人を向かわせるべき城は。そうじゃな、この小沢砦がよかろう。ここなら神代寺城を牽制する地にふさわしい。小沢砦は久しく使われておりませんし、さほど数が入りませんが、山の内や小学坊が荒れておりゆえ、智興も動くのは冬を越した来年春になろう。その間に小沢砦を回収し城とさせる。藤安様にはいかほどの兵を。そうじゃな、千でよかろう。それでは心もとないかと。多くを連れて行っても今の砦では入りきらん。まずは傭兵千で車を拡張させ、おいおい援軍を向かわせることとする。頼秀、支度を頼む。かしこまりました。宇治康、小田原を離れたくないです。まだそのようなことを申しておるのか。これは主である、わしの命じゃ、絶対の命ぞ。はは。宇治康、心配するな。俺や清水殿がついておる。武蔵には北条の武神と恐れられる大道寺様もおられるのじゃ。お前は気楽なやつだな。ささ、そうと決まれば出立の支度だ。ほら、まだ表情は終わっておらぬ。席へ戻りなさい。そうでしたな。ははは。宇治綱、急ぎの知らせだ。おお、小太郎、会いたかったぞ。気持ち悪いことを言うな。そんなことを言ってる場合ではない。まあ、そなたが現れるのは何か動きがあったときゆえな。うむ、申してみよう。両上杉と甲斐の武田信虎が再び手を結んだ。なんじゃと。扇ヶ谷津上杉智興の縁者である前の関東管領、山の内上杉の範房の皇室を武田信虎の側室として嫁がせることとなった。これで両上杉と武田はこれまで以上に強力な同盟関係を築いたことになる。武田の動きも注視した方がいい。小太郎、知らせ大義。頼秀、武田の動きはどうなっておる。はっ。武田信虎は信濃佐久郡の友の定義の要請もあり信濃に侵攻していましたが、諏訪郡の豪族諏訪頼光の抵抗に遭い、享禄元年の合戦で敗退。その後も佐久郡や諏訪郡で小競り合いが続いておりますれば、信虎にとって当家や今川家を牽制する上でも願ってもない縁組であるかと。今は信濃に注力したいわけか。扇ヶ谷としては江戸攻めの援軍を武田に期待しておりましょうが、さて信虎はどう動きましょうや。当家としては武田を刺激はしたくない。されど向かってきたら戦うほかないぞ。はは。よし、皆の者聞くのじゃ。当家は引き続き扇ヶ谷津上杉智興を倒す、すなわち扇ヶ谷津上杉家を滅ぼすことを第一の目的とする。智興とその嫡子らを討ち取らねばならぬということぞ。智興は必ず江戸城奪還を目論み動き出す。智興自らが兵を挙げた時こそ当家も動く時ぞ。
その時がいつ来てもよいよう、抜かりなく支度を進めるのじゃ。扇が強すぎが、甲斐武田と結び、再び江戸城奪還を企んでいると捉えた北条氏綱が、伊豆、相模、武蔵の各城主に戦に備えるよう指示を出すとともに、嫡男氏康とその守役清水義政、そして娘を嫁がせ一族とさせていた北条綱重を武蔵最北端の小沢砦に向かわせ、神代寺城の敵兵を監視させた。年が変わった享禄3年1530年4月、扇ヶ谷からの要請で武田信虎の弟勝沼信友が鶴郡に動き出したことで戦は始まった。殿、津久井城より急ぎの知らせ。津久井城じゃと申してみよ。は、武田信虎の弟勝沼信友隊と勝山城の小山田信有隊がこの大月の地にて合流。その後桂川沿いの甲州街道を東に進軍しており、その数3000、明日には津久井城に攻めてくるのではと。武田が動いたのか、当主信虎は向かってきておるのか。今のところ向かってきてはおりません。うむ、武田が先に兵を挙げるとは驚きですな。扇ヶ谷側からのしつこい要請が入ったのであろうが、やっとわしの出番じゃな。彦次郎殿、さすがに五郎太ゆえ小田原城で守りを。わしはこれまで全ての合戦に出陣し、今も死なずにビンビンじゃないピンピンしておる。こたびの戦でも死なぬゆえ。されど陽動隊を指揮していただくのはいかがでしょう。陽動じゃと。はい、荒木殿率いる陽動隊は相模から東駿河を経由し、三国峠を越え吉田に入る。この吉田山城を襲うと見せかければ、大月から武蔵に進軍する武田軍を牽制できまする。そして殿自らが率いる北条主力は北上し、津久井城で津久井衆と合流、そして鶴郡に進行、甲州街道のどこかで武田軍を迎え撃ちます。悪くない策ぞ。彦次郎殿、陽動隊の長を務めてくれるな。おう、任せておけ。陽動ですぞ。本気で吉田山城を落とさなくてもよいですから。分かっておる。吉田山城に陽動じゃな、任せておくのじゃ。まこと分かっておるのであろうか。念のため伊豆からため隊を合流させましょう。それよりも本隊も急ぎ動きましょうぞ。そうだな。主力の数はどの程度になりそうじゃ。すぐに動ける兵は馬回り衆も含め1000ほどかと。順次津久井城に参集せよと指示すれば、津久井衆も含め3000ほどにはなろうかと。武田と同数か。うむ、敵に津久井城を抑えられてはならん。すぐに向かうぞ。頼秀は三ヶ山城のため元忠に荒木隊の援軍に向かうよう早馬を頼む。承知しました。小太郎、ここだ。急ぎ川越に向かってくれ。そして北条氏綱自らも出陣し、武田軍と甲州街道のどこかで戦となりそうだ。兵数は五分五分とのことと噂を流してくれ。よい。あとその帰りに小沢城により、せがれ氏康に上杉智興が動き出したら無理に戦ってはならん、得意の白ごもりを貫けと申しておくのじゃ。よい。よし、皆の者、時は来た。我らは武田軍を食い止めに甲斐鶴郡に向かう。武田信虎が来る前に何としても決着をつけねばならん。よって城にこもらず白兵戦で臨むことになる。こちらも多くの犠牲を伴うことになろうが、当家のために頼むぞ。よし、時の声を上げよ。出陣じゃ。武田の進行した北条氏綱は自ら小田原を立ち、北相模へ向かった。先に陽動隊として出陣した荒木彦次郎率いる200は、生戸城で為元忠隊500と合流すると三国峠を越え甲斐の国に入り、吉田山城を目指した。よーし、見えたぞ。あれが吉田山城じゃ。陽動じゃぞ、陽動。さよう。我らは陽動隊でございます。敵本隊の足を止めさせるが務め。そうじゃ、南からの進軍を知ってもらうには攻め込むが手っ取り早い。いや、まずは報復勧告の使者を送り我らの進行を知らせる。なせえな、そんなまどろっこしいことをせずに。よし、どうだ、の策で行くぞ。老大者と侮るな、わしについてこい。よし、どうだ、の策とは何のことに。あ、お待ちを。まずい、荒木様を止めるのじゃ。全軍進め。武蔵進行に駆り出されていたため、城にはわずか50ほどの守兵しか詰めていない吉田山城は、まずい、北条軍の奇襲だ。すぐにも小山田様にお伝えせねば。多くの守兵がまともに戦うこともせず城を抜け出したため、間もなくして北条が谷に落ちた。ははは、そこまで鬼荒木を怖がらぬでもよかろうに。あ、荒木様、もうこの辺りでよろしいかと。これで敵も南からの進行に気づきましたゆえ。この辺りでよいじゃと。若い者が何を申している。そなたの父金平が生きておったら叱られておるところじゃぞ。もしやまだ進行するので。うろんじゃ、まだ鬼荒木のおの字も出しておらん。次は勝山城じゃ。よう、どうで行くぞ。わしに続け。これでは陽動になっておりませんぞ。待ってくだされ。その頃
北条氏綱自ら出陣しているとの噂を聞いた武蔵川越城の扇が上杉と申きは、何、氏綱自ら鶴軍に進軍しているのか。はあ、その数3000で武田軍も3000ほどゆえ、当家が強撃をすればあの狭い甲州街道です氏綱の首を取れるやもしれません。ほう、こんな好機はまたとないぞ。助よりは神代寺城にはいかほど詰めておる。南波田殿の知らせでは、この神代寺城にはおよそ1000、神代寺城に集結させられる数はここの川越城、そして岩槻城、蕨城、南波田城となりますゆえ、5000近い数にはなろうかと。武田軍と合わせると8000、しかも左右から強撃を食らわすのじゃ。エセ隊3000なんぞ、しがみほどの力もない。ほほほ。侮ってはおらん。されど念のため山の内にご詰めは頼んでおくか。それがよろしいかと。しかし江戸城はいかがいたしまする。そんなの氏綱が死ねばいつでも奪える。まずはあやつの首を取るのじゃ。頼むぞ助より。はは。よし、援軍の武田に合流するぞ。相模に向け出陣せよ。ついに扇ヶ瀬上杉の当主上杉智興も動き出した。川越城を立った上杉智興は難波田城を経由し神代寺城に向かう。同時に岩槻城から出た太田助頼は蕨城を経由し神代寺城に向かい、集まった扇ヶ瀬上杉兵は5000を超えていた。その知らせは即座に津久井城の北条氏綱に届けられた。小太郎、大義ぞ。はは、釣れましたな。あっさりとな、わかりやすいやつよ。扇ヶ奴が動かせるほぼ全ての兵を神代寺城に集めたということは、ああ、わしの首を狙いに来るであろう。差し詰め、この狭い街道で武田軍と挟み撃ちにする狙いじゃ。あの上杉智興が玉川をどかしましょうや。氏康次第であろうな。そうでしたな。扇ヶ奴軍がこの津久井へ向かう動線上に氏康様の入られた小沢城があります。確か城には1000ほどしか詰めておらぬはず。氏康を警戒し玉川上流で渡河をするか、景気づけに小沢城を攻めてくるか。5000に攻められては氏康様の身が危険にございますぞ。案ずるな、智興はわしの首にしか興味なかろう。籠城攻めで時を無駄にしたくはないはずじゃ。氏康の得意な城ごもりを貫いておれば通り過ぎていこう。仮に小沢城は素通りしたとして、まことに武田との強撃を食らえばこちらも危うくなりますぞ。目には目を、同じ策を用いる。ああ、なるほど。よし、まずは武田軍の迎撃からぞ。皆の者出立じゃ。神代寺城に扇ヶ奴軍が集結している知らせを受け、北条氏綱は上杉智興を甲州街道に誘い込むべく津久井城を出て西へ進軍した。その頃八つ坂の地で野営の支度を始めた武田軍に各地の状況が次々と伝わる。伝令、伊豆の北条軍が南鶴軍に進攻、その数1000。吉田山城は落城、その勢いのまま勝山城に向かっております。くそ、背後から来る気か。そんなこともあろうかと、勝山城には500の士兵を残しております。早々に落ちることはありますまい。と、殿、氏康が、北条氏康が津久井城を立ち、こちらへ向かってきております。何、氏綱、自ら動いておるのか。その数は3000にございます。どうするか。ここは拙者にとって庭にございます。地の利を生かし、北条の奴らを蹴散らしてみせます。おう、そなたの領地であったな。うむ、ならばそなたに指揮を任せるぞ。はは、本陣でゆっくりしていてくだされ。頼もしいの。そして日が暮れた。武田軍は八つ坂に本陣を置き、夜通し見張りをさせ北条の夜襲に備えていた。しかし北条型の夜襲はなく、朝を迎えた。夜打ちをしてこぬとは、あの氏綱も手ぬるいですが。されど城から五里の距離ぞ。山に不慣れな奴らだとしても、そろそろ見えてきてもおかしくはないはず。臆病風にでも吹かれましたかな。お、小山田様、後方です。西より敵襲です。その数、数百。後方じゃと。三通路湖の旗差し、間違いなく北条の手勢です。は、勝山城が落ちたと申すか。そう、そこまではわかりませんが。おい、小山田、話が違うではないか。これでは、我らは強撃を食らうことになるぞ。信友様、落ち着いてくだされ。まだ、氏綱の主力はここまで来ておりません。まずは西からの北条勢を蹴散らしましょうぞ。数は数百です。さほど時もかかりますまい。そうだな。信友様はここでお待ちください。よし、吉田衆の力、北条の奴らに見せつけてやろうぞ。皆の者出陣ぞ。無実な小山田隊があっさり引っかかったぞ。うむ、小太郎は街道で待機する松田隊に総攻めを知らせてまいれ。よい。では皆の者参るぞ。山を越え敵本陣に攻めかかれ。空が明るくなりだした頃、北条氏綱の号令により八つ坂の合戦は始まった。氏綱はあらかじめ夜を使い、足軽100を桂川経由で西へ回させていた。
そして奇襲を装うことで、あたかも北条別動隊が後方から攻めてきたのだと思わせた。さらに本隊は二手に分かれ、桂川沿いを宇治綱隊、街道を松田隊が進軍を済ませており、武田軍が西に兵を割いた時を狙い、一斉に本陣を襲撃したのだ。と、殿、北条の荒手が東から向かってきております。に、南の山から、続々と北条軍の弓矢が、一体どうなっておる？小山田隊は何をしておるのじゃ？武田本陣は、あっという間に混乱となった。多くの兵が夜襲に備えていたため、まともに寝ておらず、士気の下がった足軽や傭兵らは、次々に持ち場を離れ、四散していく。何、北条氏綱が南から現れたじゃと。はい、街道からは北条家重臣の松田隊1500に攻められ、本陣は大混乱に。わかった、すぐに本陣へ向かう。者ども引き返す。信友様の救出を優先とするぞ。しかし小山田隊が戻った時には、勝沼の本隊は壊滅し、布陣を済ませた北条主力が小山田信割の前に立ちはだかっていた。あかん、撤退じゃ。信友様、ご無事にございましたか？に、見てみよう。無事ではない。これ以上の犠牲は、兄者を怒らせるだけじゃ。ここは、潔く撤退ぞ。はは、致し方ございませんが、皆の者、撤退じゃ。撤退していくようですな。ちょいとやりすぎたか。綺麗に策が決まりましたゆえ、敵も戦意喪失といったところでございましょうが、このことが恩が奴に知られたら。うむ、玉川の渡河を諦め、川越に撤退してしまうであろうな。小太郎、呼んだか。ここまで早く決着がつくとは思わなかった。ゆえに、まだここでの戦は終わっていないと、大木間八人前に吹聴してほしい。あと、武田方の忍びに扮して、この書状を、大田助よりか、難波田正直に届けるのじゃ。誰からの偽書状なのだ。小山田信有、になっておる。よい、任せておけ。なんとか、玉川を溶かしてもらえればよいのですが。ああ、我らはこの地で、上杉と直樹が来るのを待つぞ。さすれば、あやつは二度と川越に戻られんことになろう。そうなりましょう。良いか皆の者、この戦に勝ったからといって兜を脱いではならん。殿、もしやまたも言われるので。いかんか。名言は何度も使うものではございません。ここぞという時に使ってこそ伝わるものです。そうか、ではやめておこう。よし、ではこれより首実験に入る。頼秀、支度を頼む。はは。こうして武田と戦った八つ坂の合戦は北条軍圧勝に終わった。享禄3年1530年6月、その頃神代寺城に入った荻安上杉と毛利のもとに各地より知らせが届いていた。まだ玉川を渡らないのですか？いや、成田殿、それがすでに武田軍は負けておるとか、北条と激戦中であるとか、いろいろな知らせが入ってきており、仮に武田が負けていたとするなら、とかはあまりにも危険かと。ならば、おすすめの我らは、御師城に戻りまする。いや、仮にの話です。もう、この城に来て一月経ちまする。わしも暇ではないのじゃ。行くか行かぬか、どちらかに決めてくだされ。信虎殿からの知らせが入るまで、お待ちくだされ。武田一門の小山田殿から、早く鶴郡に来てほしいと、催促の書状も届いておるのであろう。そもそも、智興殿が武田に援軍を要請し、それに武田は答えてくれておるのに、ここで日和見などしていては。わかりました、買いに向かいましょう。されど、渡河を有する進軍ゆえ、成田殿も気をつけてくだされ。何度も渡っておるゆえ、わかっておる。5000を超える兵の渡河となりまする。丸一日はかかるものと。じゃから、わかっておる。ならば、助より、圧送城より、例の道で進軍とする。先進を頼むぞ。はは。ついに扇ヶ津上水軍5000は南に向け動き出した。その様子を小沢城の砦で確認した北条綱重は、宇治康、やっと動いたぞ。やっとだ、やっとだぞ。やっと、やっとと、うるさい。読書の時間じゃ。書など読んどる場合か。敵は無防備で渡河をしておるのだぞ。今打って出て奇襲すれば大手柄もありえる。こっちはせん。多少は敵を撃てようが、こちらの被害もそれなりに出る。もしや籠城でもする気か？そうとは申しておらん。ならいつ動く？夜か。夜ではない。なら今でよかろうに。綱重殿、しつこいですぞ。小田原の殿からは城にこもれと命じられておることをお忘れか？ち、吉政、確かに父はこもれと命じてきた。それが何故かわかるか？無論、宇治康様の身を案じて。違うぞ。いや、違いません。宇治康様や綱重殿は初陣もされていない。ならば、なぜこの最前線の地に初陣すらしておらぬ我らを配属させたのだ？それは祖父、そして父のこれまでの戦の記録をすべて読み直して分かったのだ。何が分かったと？扇ヶ谷上杉の当主はこれっぽっちも軍祭がないということをな。そして居城、江戸城を奪われてまでもまだ当家を見下しておる。もしや本気で城を出る気で？ああ、なりません。殿からもきつく言われておりまするぞ。ははは、父に逆らうくらいの気骨を見せてみようと申しておるのだ。違うかと。よし、そこまで言うなら
宇治安、いつ城から撃って出るか聞かせろ。綱重、ならば妄想。城を撃って出る時は敵がすべてとかを終え布陣した時だ。バカか、布陣されてから攻めてちゃ死にに行くようなものぞ。ああ、死にに行くぞ。綱重、しっかり俺を守ってくれよ。義政殿、こやつ書物の読みすぎで気でも狂ったのです。なんとか言ってやってください。ここの主は宇治安様です。我らは従うのみですぞ。マジか。こうして北条からの奇襲なく無事とかを終えた大家軍は隊列を整え始めていた。まこと小沢城に入っているのは宇治綱の嫡男宇治安なのか、エセ宇治安ではないのか。いや北条宇治安であると複数の石膏が申しております。宇治安はどうも城から出たがらない戦嫌いな将であると聞いております。そもそも初陣もまだだとか。なんじゃ、初陣もしておらぬ戦嫌いのしょんべん小僧なのか。ほほほ、そりゃこの友貴様が怖くて城から出られんわな。ほほほ、ははは。兵隊輸送隊も川は渡り終えたのじゃな。はい、陣形も間もなく整いましょう。ほほほ、では海へ向かうぞよ。と、殿、城から撃って出てきました。城からじゃと、どの城じゃ。小沢城です。ションベン小僧の城からじゃと、どの程度じゃ。騎馬隊100ほどかと。騎馬の目で100じゃと。牛にネズミがぶつかるようなものじゃな。ネズミを解き潰してしまいなさい。ほほほ。北条氏康は本当に城を撃って出た。隊は騎馬のびで編成された俗に言う馬回り衆であり、馬術に長けた宇治康精鋭隊であった。よいか、馬上から敵に追いかけるは一度だけじゃ。そして決して馬の足を止めてもならぬ。敵の矢で負傷した者を救うことも許さぬ。敵前衛隊に人たち浴びせた後は即座に城へ戻るのじゃ。よいな。宇治康、なかなか楽しい初陣じゃねえか。ワクワクすんぜ。よっしゃ、俺が一番乗りだ。この矢を受けて見やがれ。うぶん、騎馬100の時で突っ込んでくるのか。弓隊構えろ、放て。布陣する大義圧軍5000に100の北条騎馬隊が突撃し、小沢ヶ原の戦いは始まった。北条氏康はこれが初陣であったが、落ち着いた指揮官の姿に馬回り衆は誰一人見られることはなかった。機動力のある騎馬隊の動きに太田隊の放った矢はなかなか当たらず、勢いのままに突っ込んでくる馬に大義圧兵は次々に跳ねられていく。宇治康様、これ以上の深入りは危険です。ここらで戻りましょうぞ。そうだな、ここらでよい。小沢城へ撤退せよ。うぶん、なんだ、もう撤退かよ。うぶん、また相手してやるぜ。撤退も早いな、奴らは何をしに来たのじゃ。我らに恐れ、城を出なかったことを後で咎められたくなかったのであろう。されど、攻められたのじゃ。あの城を放置もできまい。ミスミスとかを許し、布陣後200で突進し、即撤退。こんな兵法を知らん奴など、世の敵ではない。ほほほ。殿、奇襲した兵はすべて城に戻り、固く門を閉じた様子。おそらくは、会いに向かわせないがための時間稼ぎではないかと。なるほどの。うむうむ、その手には乗らん。よし、小沢城の前をゆっくり進軍し、その先の金ほどの地で、野営とする。全軍、前進じゃ。大義圧軍は小沢城に向け罵りながら城西側を悠々と通過していく。それを無視するかのように城は静まり返っていた。北条氏康による騎馬隊のみの先駆け攻撃は大義圧軍に舐められるだけの結果になってしまったのだ。しかしそれは氏康の意図した策であった。千代丸君、いや氏康様、読み通りにございますな。よし、間もなく動くぞ。心の準備は良いな。小太郎とかモースの農民が酒をたんまり貢いで参りましたぞ。さすがに酒を飲んではいかんぞ。まあまあ、成田殿、この先海に入っては酒もゆっくり飲めませぬ。ここは敵地といえど戦を点で知らぬ小僧がおるだけの地へ。まあ少しくらいはいいかの。うむうむ、ここは元は大宮やつが領土、当家に戻ってきてもらいたいと願う百姓どもも太郎よ。ほほほ、いかん、野衆ですぞ。またも小僧か。あれは大道寺の旗差し。どの程度か。暗くてしっかりつかめておりませんが、数千はいるのではと。数千じゃと。いかん、急ぎ防戦せよ。いよいよ宇治康の描いていた策が発動した。事前に宇治康から依頼を受けていた松形城の大道寺森政隊千が敵の南から夜襲を仕掛けたのか。綱重、今度は思う存分戦っていいぞ。さすが宇治康、分かってるじゃねえか。義政、そなたは留守を頼む。負傷者はすべてこの城に向かわせるゆえ手当てを。分かっておる、決まってこいよ。ああ、よし、皆聞いてくれ。父が欲しくて欲しくてたまらない土毛器が首、我らが取ってやろうではないか。奴らは俺のことをひ弱な着手だと思っておろうが、むしろそれでよい。侮る者ほど脆いものはない。盲目な奴らに北条の怖さ教えてやろうぞ。よいな、行くぞ行くぞ。わしに続け。
大同時代の野衆を城で確認した北条氏康は、今度は城兵のほぼ全てを投入し、金ほどの地に向け進軍した。そして大同時代と反対側の敵陣に突っ込んだ。うりゃ、うずん、うずん。ここから先は、うぶ。ち、こんなゲルオの首なんぞいらん。トモオキはどこだ？敵本陣を探せ。トモオキ殿、すまんが、我ら山の内隊はこれ以上付き合えん。撤退させていただく。な、成田殿、ここで去らないでいただきたい。殿、大田隊が大同時代を食い止めております。この隙に、南の開けた小沢ヶ原まで向かい、陣を整えましょう。そうだな。よし、南の小沢ヶ原に向かうのじゃ。大田助頼隊が大同時代を防いでいる間に、大義安本隊は南に隊を進め、混乱状態を回避しようと試みた。しかし、その動きも氏康の想定通りであった。笠原様、敵がこちらに向かってきております。何、見つかったか。いや、あの様子は当家の軍に押され、小沢ヶ原まで引いてきているのではないかと。どれどれ。おう、誠じゃ。しかも、あの旗は大義ヶ谷ではないか。小沢ヶ原に敵が現れるまで、ここに潜んでおれ、と氏康様は申しておられたが、誠に現れるとはな。よし、参るぞ。小机衆の強さ、見せてやれ。かかれ。小机城から援軍で駆けつけた笠原信為隊800は、氏康の指示で小沢ヶ原南の丘に潜んでいた。その笠原隊が小沢ヶ原まで下がる大義安本隊に突っ込んだ。に、南から伏兵が現れました。ここにもか。殿、まずいですぞ。この暗闇では敵の数は全くわかりません。完全に包囲される前に。よが、あの俊弁小僧から見るよと。はい、この暗闇なら逃げ切ることもできましょう。目立つ兜や陣羽織は捨て。この陣羽織はダメじゃ。父皇様よりいただいた。黙って言う通りにしてください。死にますぞ。ああ、ささ、馬はあちらです。ああ。こうして大義安軍総大将上杉智興は戦場離脱となった。何、すでに殿は撤退したじゃと。は、太田様も被害が拡大する前に撤退を。我らは殿が逃げる馬を稼がねばならん。ならばその相手俺が務めてやるぜ。誰じゃ、聞いて驚くな。北条氏綱が娘婿である。あの北条家中随一の猛将荒木彦次郎が一番弟子。泣く子の黙る北条綱重とは俺のことだ。あれ、どこへ行きやがった。やがて上杉智興が撤退したことが伝わり、大義安軍はほどなくして壊滅となった。森政殿、無事でござったか。うむ、笠原隊の活躍見事ぞ。何の、混乱する敵兵を相手にしただけです。造作もないこと。見事なのはたった数国で5000もの大義ヶ谷主力を壊滅させた氏康様の奇策にございましょう。誠じゃな。引きこもりのお坊ちゃんかと心配しておったが、とんでもない大将の器をお持ちであるぞ。誠じゃな。殿が聞かれたら泣いて喜ぶであろうな。ははは、トモオキはとっくに逃げておったみたいだが、敵は死散した。どうする、追うか。いや、この暗闇ではトモオキは見つけられん。戦利品を持って城へ戻るぞ。森政と呼ぶために小沢城へ来るように伝令を頼む。氏康、お前はこんな時に本当冷静な奴だな。もっと、勝ったぞって喜んでもいいんだぞ。智興を逃したんだ。勝ったうちに入らん。そういや、綱重、大田助よりを撃ち逃したんだってな。おっと、大道寺様と笠原様に伝令。ああ、忙しい。ははは。北条氏康の奇策で、大義安軍5000を壊滅させたとの知らせは、日が昇った頃、鶴軍に陣を構える氏綱にも届いた。バカ者めが。いや、氏康様は圧勝。こちらの犠牲は100もおりませんが、敵は2000もの死傷者を。違う、この地まで、この狭い甲州街道に、智興をおびき出し攻撃するが、こたびの策。それを、暗い小沢ヶ原で夜襲したのでは、逃げてくださいと言ってるようなものぞ。まあ、殿。とはいえど、敵軍には、山の内の援軍も入っていたと聞きます。5000を超える軍に、こちらは、わずかな犠牲で追い払ったのです。しかも、殿のご嫡子、氏康様がなせたことは、道家の世襲は盤石であると世に知らしめたことにもなりましょう。確かにそうではある。されど、これで一層智興は川越城から出てこなくなるではないか。確かに大義ヶ谷の敗北は上杉智興にとって江戸城奪還の夢を大きく打ち砕かれたことにもなりましょう。川越城にこもり続けることは早々すぎにたやすきことなればこそ、他の抵抗勢力に目を向けることもできるというもの。武田や歩み久保らということか。そうです。この勝利が伝われば道家の威信はさらに高まります。引き続き調略を進め、次なる敵に備えてまいりましょうぞ。頼秀の申す通りじゃな。よし、皆の者、せがれ、氏康が武蔵小沢ヶ原の地にて大義ヶ谷の主力を蹴散らした。誠見事であるぞ。大義ヶ谷、上杉智興の首を挙げるはしばし先になろうが、されど我らが敵は大義ヶ谷上杉だけにあらず、甲斐の武田、そしていつ心回りするかわからぬお弓久保や丸奴、そして里見、さらに内紛さなかの山の内上杉や古学坊もこの先どうなるかわからぬ。気を張っておくのじゃ。よし、わしの想像の域をはるかに超える働きをした武蔵の氏康、綱重、大道寺、笠原らをたたえよ。
勝ち時じゃ。北条家当主氏綱が甲斐で武田軍に勝利し、武蔵小沢ヶ原では嫡男氏康が扇ヶ安上杉軍に勝利するという親子揃って強い北条を演習することになった。八つ坂の合戦と小沢ヶ原の戦いは北条包囲網の瓦解を決定的なものにした。戦で敗れた扇ヶ安上杉知盛はこれより2年後の延文元年1532年、嫡子友貞を正式な後継者とすると、娘を武田信虎の嫡男勝千代の正室として嫁がせるなど隣国との強化を図り、引き続き北条家を脅かし続けたが、天文6年4月、ついに江戸城奪還を果たすことができず、この世を去ることになる。享年50。その後を継いだ扇ヶ安上杉知盛と北条氏康との運命の戦いが起きるのは、今少し先の話となる。ここまでご視聴いただきありがとうございました。当番組では、通説や新説、そして歴史学者様の見解などを総合し、雪村なりにたどり着いた一つの合戦の形を動画にしております。戦をしなければならなかった理由は必ずあり、勝つための策を定め、いざ戦に臨み、そして勝敗が決する。時の戦国武将の立場や考えを想像することで、合戦の印象は大きく変わるのではないかと思います。事実など誰も知らない、そして絶対もない。だからこそそこにロマンがあるのです。この番組が皆様の想像力を沸かせる一助になれたら幸いです。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。